様です。冷房が効いてていいっすね。あー、すごい。スープ頼む？うん、食べたい。シェシェ、うわー、すごい、絶対美味しいじゃん。この色見たら分かる。このルーローハンは期待できますね。これ何のお肉ですか？ゴヤバ。ゴヤバってゴヤバ、ゴヤバ、ゴヤバ、あ、これゴヤ。それ食べてないよ。それがゴヤですか？ゴヤ、あ、難しい。キュウリのなんかゴワゴワなんというゴワ。ヘチマじゃなくて、わー、パンコア？わからない、コアの一つ。いや、説明しにくい。何ですか、キュウリじゃなくて、なんだっけ？キュウリじゃない、あんこや、あんこやなんという。食べたらわかるやつだよ。食べたらもうわからない。わからない。わからない。適当に言いました。適当に言いました。ウリですよ、ウリ。ウリ系の何か。あ、ウリ系の青いウリ。なんか普通にお漬物みたいな、キュウリのキュウちゃんみたいな、なんかそういう味。確かに確かに。ちょっと甘い。甘い。ほら、食レポがうますぎる。でも全然そんな普段食レポみたいなことしてなくて。なんかお肉の脂がすごいプルプルしてる感じのルーローファン。なんかルーローファンもいろいろありますよね。ありますね。なんかだから好みのお店で探すのが難しくて。あの、ね、一番好きなルーローファン、あの中山さんいたことがあります。あ、本当ですか？チンクワンスーチャンというのファンジールーローファンという、はい、ファンジールーローファン、あ、わかる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 。あの、なこしたあそこ美味しいよな。いやめっちゃやばい、取り替えがありすぎて、取り替えがありすぎる。ここのも美味しいですね。美味しいですか？じゃあ、あのハオツーメイメイも。そうそうそう。ファンチールをファンのところ。ああ、え、サンチョンですかね。いや、あ、サンチョンじゃない。台北の中の。ああ、わかった。匂い違ったっけ？清光市場。中山国小駅の近く。はい、あ、そこまだ食べてないかも。食べたかな。美味しい。いつもすごい混んでるやんな。あそこ美味しいか。だからもう毎日いろいろ探してる。あ、そうなんだ。いいですね。いただきます。どうぞ。めっちゃ溶ける。めっちゃ溶ける。そうそう、油がすごい。すごいですね。嫌な油じゃない、しつこくない感じ。大根屋さん、大根屋さん、皆さん、私これ好きです。よかった。割と甘めかもしれない。ハオツは？ハオツです。ハオツめめしよう、そういうめよう、そう。え、プルプルですよ。マジ？どうぞどうぞ。一口ですか？取りましょうか。じゃあ、持ってもらっていい？あの、ここ半押しでピントが合うようになっちゃったから。大御所が食べるところはしっかり押さえてたんで。はい、このぐらいで。食べてみればやばい。じゃあ、いただきます。ここのルーローファンは美味しいってめっちゃ有名なんで、ぜひじゃあなルーローファンはフェイちゃんよ、みんな。そういうご視聴の TTS スタート。いただきます。美味しい、本当だ。思ったより濃くなくてサラサラいけて、この肉もすごい、柔らかい、溶けて消える。あ、これめっちゃ食べれる。大いけたね。ちょっとタレは甘めでめっちゃ美味しいです。
初裏側はこうです裏側でニヤニヤしながらハウツーマンしか言ってないです本当ですよ、いつもそうだからワンハウツー、ワンルーローハンこのスープ結構好きですThank you. 1975年2人のチャンネルは下に貼っておきます。これつけてなかったからかな。前までこれあんまつけてなくて最近。音拾いすぎて。昨日とか夜市で見たのが DJI なんでローニーやつに、なんだろうあれ、めちゃめちゃでっかいキャノンのカメラに付けて。アメリカ人系ですか？わかんないです。台湾キャノン多いですね。パナソニック全然いなすぎて。今日オリンパスが3人いて、お茶屋さんのところに。そこの店員さんから、お、俺レンズ持ってるぜとか言われて、めっちゃいいレンズ自慢されて、この野郎って思って。めっちゃ良かったよね。良かったですね。全然ハウツあ、うまちょうどいいね、このスープあ、いいよいいよいいよあ、いいっすかタイプタイプ前どこの食べたの逆にあれはイーランでイーランがあんまり美味しくなかったのごちそうさまでしたお米屋さんで卵もあるよ今度煮卵足してもいいしバオラバオラ今日ミラさんに食べられた髪の毛切ってるところとかあめっちゃいい、滑らか使えるところだけカットしていや全部使いたいめっちゃ使えるやっぱ滑らかいいですね滑らThank you.